はい、皆様おはようございます。札幌郷土探究チャンネルです。本日はですね、こちら、新川中学校の前に来ております。以前ここですね、ダイナミック違法建築のそれという動画でですね、この歩道上からですね、急に車道とか歩道がなくなって、こう建物が建っているというところで、とある、女性向け恋愛アドベンチャーゲームのアニメ化作品、ダイナミックコードっていうんですけれど、それでね、同じような状況を、ダイナミック違法建築と揶揄されているなんていう動画を去年かな、出したと思うんですけれども、今回ですね、こちらに関して新たな、展開が見えてきまして、ここのですね、この状態というのがいかにしてできてきたのかっていうことに関して、少し見えてきたので、新たな資料を持ってですね、今回は、動画をお送りしたいと思います。今回入手したのがこちらですね。開校のしおり、開校式昭和51年ということで、新川中学校の開校当時のしおりを入手しました。こちらですね、これ昭和51年のものです。私の父がですね、ちょうど昭和47年の、3学期に新川中央小学校の、初期面として、転入しております。小谷中央小学校ですね。で、ちょうど3年生で、その4年後にこちら開校してますから、おそらく中学校1年生の時に初期面で、ね、初期のメンバーでこの中学校に入学しているんじゃないかな。だから開校のしおりというのがあると思うんですけれども、この中でですね、今回気づくに至ったのが、こちらの高知校舎というところの、この高知ですね、見るとですね、ちょうどここなんですけれども、ちょっとこう飛び出てるところがあるんですね。で、この今期工事と将来計画っていうところで、学校左半分が最初にできて、右半分は後から作っているんですけれども、はい。で、多分この辺で航空写真出すと思うんですけど、昭和50年当時の、航空写真を見ても、確かにですね、ここが学校用地少し飛び出しているんですね。で、ちょうどこの交差点のところっていうことになるかと思います。もともと昭和47年にですね、こちらの新川中央小学校ができたわけですけれども、その当時ですね、学校用地としてこっちの道っていうのはすでにこう整備されていたんですけれども、こっち側の道に関しては、見てわかるんですけど、こっちですね、やはり個人の方が、地主さんがですね、こう、おそらく独自に宅地化して、道路を作っていくと思います。その関係もあって、こう歩道がないんですね、ここって。そっち側も歩道がないんですけれども、新川っていうのはこういう歩道のない生活道路もすごい、未だに多いっていう感じで、こっちもですね、こう見ると歩道がないんですけれど、このようにですね。で、こっちの区画と、この道路挟んでこっちの区画、そしてこの学校側の区画と、それぞれ地主さんが違うということで、このような変形交差点が生まれたとも、説明したんですけれど、今回ここですね、改めて確認したいんですけれど、ここですね、ここに、札幌市教会があると、ここですね、ちょうど道路向こうの中央線と、同じぐらいかなと。ちょうどここにあったんで、ということなんですけれど、はい。で、昭和60年当時の写真を見るとね、ここが道路が拡張工事されているのがわかるんですけれど、おそらくそのね、こっち側も学校ができて、こっち側にも門ができたことで、ここに歩道ないのちょっと危ないよねっていう話になったんじゃないかなと思います。で、今回改めて道路を見て気づいたんですけれども、ここのですね、ちょうど見ると幼稚杭が道路の真ん中にあるわけですね。ちょうど十字になってるわけです。これがちょうどですね、見るとこう、先ほどの札幌市境界線と直線上にあるんじゃないかなっていう感じもします。
ということで、おそらく当時の新川中学校の学校用地はちょうどここです。この用地群にしてみるとちょうどこの辺りからここまでですね、学校用地であった可能性が高いということになると思います。で、当時の校舎の見取り図を見てもですね、まあちょうどこんな感じに、まあ、なるのかなと思います。はい、ということで、まあ昭和60年当時にですね、まあおそらく学校用地を削って、まあ道路を拡幅して、歩道を作ったということで、もともと変形丁字路だった、交差点なんですけども、さらにですね、急に車道が狭くなって、まあその先に変形丁字路というですね、歪さが余計に増してしまったのではないかと。まあもしかすると本当はこのまま用地取得してまっすぐ道路を拡幅工事する予定があったのかもしれないですし、まあ用地取得が難航してしまってこのようなところで中途半端に終わってしまったのかもしれない。それはちょっとわかんないんですけどもね。はい。まあ改めて、まあ見てみると、うん、そういうことなのかっていうのが、まあ今回のこの外交の仕様を見たところですね、わかりました。まあこの写真を見るとですね、ちょうどこういう感じなので、体育館プラス窓1枚分ですね。ちょうどこのラインまであったみたいですね、当時の写真を見ると。はい。ということになっております。まあ、改めてこの先の変形丁字路も見てみたいと思います。こう見るとですね、はい。まあこう学校用地があって、もともと見ると、まあやっぱり向こうとこっちも道路作った時が違う、時代が違うんで、まあこう見るとね、道路、まあこっから見たとしても道路が車線1個分ずれてるっていう感じではありますよね。まあそれがきっと危なかったのもあるんでしょうね。まあ新川はこういう変形丁字路とか変形十字路すごい多いんで、こういう道路一本ずれた交差点とか結構あるんですね。まあそれぞれの地主さんがそれぞれの方針でそれぞれの都合に合わせて宅地化した町なので、まあここももちろんそうですよね。変形丁字路です。だからここも結局道路一本分ずれてるわけです。こっちから見るとこう変形丁字路なんですけど、まあ単純に見ると結局のところこっち側から見ると道路一本分ずれてるっていうことなんですよ。はい、まあこんな感じですね。まあここで道路一本分ずれてそっちに、道ができてると、まあそもそもこうあったものがこうくっつけられてるっていう感じではあるんですけど、宅地化されたのはですね、まあこっちの方が道路は早くからできてたんですけれど、まあ地主さんが違うためにこっちの区画とこの道路を挟んだこっちの区画っていうのは、まあそれぞれの都合で作ってるので、このようにして道路がずれてしまっている。さらに、まあ向こう側とこっち側も結局違う時代に学校用地に合わせて勝手に道路を作る。向こうは結局学校に合わせて道路を作ってるけど、こっちは宅地化に合わせて道路を作ってるので、このようにしてずれが生じてしまっているということなんですね。はい。ということで今回はですね、この開口のしおりを入手したことによって改めて道路の真ん中に、打たれている用地杭ですね、境界杭の、改めて確認することもできたっていうのも、まあ、結構大きいかなと思います。まあ当時の中学校の姿ですね、まあ開校当時の姿や、まあおそらくその境界杭まではあったであろう学校用地ということを、まあ確認できたのかなというような感じになっています。まあ改めてこの新川地区のね、まあそれぞれの宅地化に合わせて作られた道路、それぞれをつなげてできた、ずれ、歪み。まあ例えば札幌と山花の境界線、いわゆる山花角度と和田先生はね、おっしゃってますけれど、まあそういうのと同じような類、それがもっともっと地区の中で凝縮された面白い地域だと思います。はい、ということでね、改めて用地杭ですねとなっております。
ちなみにここはですね、まあもちろん小学校、中学校もそうなんですけれど、そこに見えてるんですけど、新川駅もあるということで、朝の時間帯はね、通勤通学において非常に人が多く通るというところで、歩道もないけど人も多く通るっていう、ね、結構危ないところになっているということですね。はい。ちなみにこの石なんですけれど、ちょっと皆さんね、さっき画面に映って気になった方いるかと思うんですけど、昭和50年頃にはすでにこの石この状態なんですよね。父が子供の頃にもすでにあったし、もちろん私が子供の頃もあったしっていう感じで、遊び場ですね。本当にもう半世紀近くこのようにして岩が置かれているので、結構いろんなもん入ってます。もしかしたらね、この土は昔から変わらずここにあり続ける土ですよね。もう新川でも空き地っていうものがだいぶなくなったんで、昔の地面そのままっていうのは数が少なくなってきました。まあそんな数少ない生き証人の一つっていうような感じかなと思います。はい、ということで今回はですね、まあ去年出したダイナミック違法建築のそれというところで、まあ改めてですね、開港の使用料を手に入れたことによって見えてきた、まあこの新川地区のね、道路事情、まあそういったところをまあお伝えできたらと思いました。ちなみにこの開港のしおり、ちょっと面白いんですけれど、コークが乗ってるんですけれどちなみに当時はですね、今の駿河西も全部コークでバスで通ってたみたいで、冬吹雪になるとね、バスが止まったら学校に、生徒が寝泊まりしたこともあったそうです。今はね、あざかいなんて言わないと思います。ちなみにこの地図はですね、琴仁町新川って書いてあるので、開港したのは昭和50年だけど、この地図自体は昭和47年より前の地図っていうことになるので、そこもね、また面白いのかなと思います。ということで今回は、新川中学校の前からですね、まあ、改めて開港のしおりを使うことでこう見えてきた、まあこの変形定時路のね、生い立ちというもので、はい、ご視聴ありがとうございました。